1号艇峰竜太選手、おはようございます。おはようございます。まずオープニングセレモニー、先ほどのメッセージ、はい、訳していただきたいんですけど、はい、訳して、はい、どういうメッセージでした？いや、アロハです。アロハです。訳すと、はい、あのやはり黒いのはハワイブラックですか？いや、ハワイはもう白くなってるんで、はい、サーフィン行ってます。そうですか、はい、さあ今回戸田、はい、6日間、どんなお気持ちで連覇がかかるダービーですけど、はい、ここにいらっしゃいました？そうですね、まあでも、まあ、ダービーなんで優勝したいなという気持ちと、まあ、戸田嫌だなという気持ちと半々ぐらいです、はい、戸田はまだあまりお好きじゃない？まあ正直僕以外の人も好きじゃない人いっぱいいるんじゃないですかね。いやでも個性豊かな水面ですよ。まあそうですね、はい、はい、それをうまく使えてないっていうか。そうですね、はい、ちなみに今年皆さん、峰選手 SG の優勝戦1回もないんです。それで賞金第6位、 SG 優質なくて賞金6位ってすごくないですか？いやまだここで確定してないんで、ここで取って1位狙いたいなと思います。上がりました、はい、そのやっぱり優勝に向けて大事なモーター、はい、前傾日の気配はいかがでした？あの評判良さそうなエンジン引いて、足合わせとかすごい良かったんで、まあ、不安はないですね。あの本体整備はいらないなっていう感じはしました。モーターに連帯率は 39.3% でしたが、はい、勝率通りもう少しある？あ、勝率以上はありそうな感じします。そうですか、はい、今年3月のクラシックでは準優3着でした、はい、戸田水面、まあ、あまり好きではないというお話がありましたが、イメージはどんなイメージですか？はい、いや6コースからは負けちゃうなって感じしますね。もうなんか勝ち目ないなって感じします。そうですか、はい、じゃあちょっと今回でイメージを変えましょう。そうですね、はい、はい、まあ、なんかうまくいけば得意になりそうな気がするんで、はい、得意な水面にしたいなと思ってます。ドリーム戦は1号艇です、はい、どんな気持ちで戦いますか？でもインからスタート決めて自分のターンすれば逃げれると思います。はい、はい、では最後にファンの皆さんへドリーム戦の意気込み一言お願いいたします。はい、優勝戦まで絶対残るんで、今日から応援してください。頑張ります。続いて2号艇池田浩二選手です。おはようございます。おはようございます。さあ池田選手にとって戸田水面、はい、イメージははっきり言って好きではないです。はい、じゃあ今回のダービーで結果次第ではイメージもしかして変わるかも？水面が大きくなればまたイメージ変わると思います。はい、まあ、池田選手のスペシャルターンで水面が大きく見えるような感じのターンを期待しておりますが、はい、今年は SG2 優出、はい、ここまで振り返っていかがですか？まあ、順調に、はい、来てると思います、はい、はい、賞金7位です。そのやっぱり賞金額、まあ、まだまだ途中ですけども、はい、ある程度は納得されている？そうですね、この年でよくやってるなと思います、はい、ただ池田選手、先ほどの話と繰り返しになってしまうかもしれないですけど、戸田の実績、優勝がまだないんですね。まあ、ないでしょうね、今後も。今、いやいや、そんなことはないと思いますが、24条制覇にあと2条で、その1条が戸田ということなんですけども、まあ、そこにはこだわってないので。そうですか、はい、ちなみに前傾日、はい、引いたモーターの感じとしては数字はあるモーターです、はい、いかがですか？ちょっとプロペラが夏場みたいな感じだったので、よくはなかったと思います、はい、じゃあその最初に乗った感じは 45.1% というほどじゃなかった？そうですね、回転数はすごい出てましたけどね、はいはい、今日はこの後調整どのあたり作業されますか？冬寄りのプロペラの形に叩き替えてからです。はい、わかりました。では最後に今日のドリーム戦への意気込みを一言お願いいたします。はい、一生懸命走ります。頑張ってください。2号艇池田浩二選手でした。続いて3号艇山口剛選手です。おはようございます。おはようございます。どうもありがとうございます。黄色い声援が、いやーありがたいですね、はい、どうですかこの大観衆？いやもう本当にボートレースの人気が、はい、高まってるのを肌で感じて嬉しい限りです。山口選手にとって2024年、ここまでを振り返るといかがですか？いやまあ去年ペナルティがあって、今年はペナルティがない分楽だったんですけど、最初は結局今苦しんでますね、はい、一本持ち、まあ、一本持ちというか、まあ、この1ヶ月まともに走り切れてないんで、はい、その停滞具合が苦しんでます。でも山口選手今賞金順位16位。そうですね、はい、停滞してるんで上がることなくどんどん下がってますけども、でもこの16位というのは、はい、やはり今回のダービーにかなりかかってるというか、
いやまあもうフライング切った時点でチャレンジカップが休みっていうのも分かってたんで、まあ、このダービーが僕にとってはチャレンジカップとダービー2つ分の SG の価値があるレースになったなっていう認識でいますけども、はい、ちなみに全権日ヒーターモーター2連対率は 34.6%、 体感いかがでした？まあ、自分の体感では最近の中ではいい感じもしてて、まあ、行き足なんかも良くて、まあ、足足でもいいんですけどね、ちょっと隣のブス島くんが強烈に伸びてくるんでちょっと不安でしかないですけども。なるほど、はい、ちなみにダービーは2年連続優勝戦進出をしています、はい、大会愛称は？そうですね、まあ、この辺からだいたい僕自身もなんかペラが合ってきたりするんで好きな季節ではあります。わかりました。では最後にファンの皆さんへドリーム戦の意気込みを一言お願いいたします。はい、結構大事な位置だと思うんで、まずはしっかり持たせて、自分のレースができるよう真剣勝負しますんで応援の方お願いします。3号艇山口剛選手でした。ありがとうございました。さあ続いて今山口選手から名前も上がっていましたブス島誠選手、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。さあこのブス島選手が引いたモーターは前回中野選手が優勝して、はい、結構話題になったモーターなんですが、はい、が、はい、あんまりそんないい感触はない雰囲気ですが。いや感触はいいですよ。伸びだけ、伸びだけだけ、はい。その他は、まあ強烈に伸びに振っているので、まあ、そういう仕上がりですね。ちなみに相当プロペラが叩かれた痕跡があると、はい、まあ、戻すのには6日間じゃ足りないかもしれないですね。それを昨日から仏島選手悩んでまして、はい、どうします、そのプロペラを戻すのか、はい、まあ、戻す方向に行くのか、はい、長所を伸ばすのか。いやね、えどうしようかなってまだ悩んでますけど、まあ、その辺の種明かしは後々、はい、じゃあちょっとまだ定まってない。定まってないです。本人も定まってないです。そうですか、はい、ただ先ほど山口選手がそのやっぱり比較をするとって話がありました、はい、その伸びに関しては負けない。いやもう伸びに振ってるのでこれで負けたら伸び方じゃないですよね。なるほど、はい、じゃあ今日はもうひたすらプロペラ。いやそれも分かんないです。あ、そうですか。それも分かんないです、はい、迷ってるっていうことです。分かりました、はい、ちなみに3月クラシックでは戸田優勝しました、はい、どんなイメージで今回いらっしゃいました？いやもう連覇できるのね、僕しかいないので、はい、強い気持ち持ってきました、はい、戸田のスタートイメージはどうでしょう？戸田のスタートはスタートのイメージですか、うん、水面じゃなくて、はい、スタートは難しいです。あ、そうですか、はい、で昨日もかなり早かったので難しいと思います、はい、じゃあちなみに水面のイメージは？水面は狭いです。狭い、はい、でも好きです、はい、はい、ありがとうございます。4号艇です。では最後にドリーム戦の意気込みを一言お願いいたします、はい、そうですね、内川さん手まくりたいと思います。頑張ります。はい、頑張ってください。続いて5号艇白井愛知選手お願いいたします。おはようございます。おはようございます。大声援が飛んでおります。いや今のブス島君の言葉で僕もテンション上がりました、ね、やっぱり自分より一つ内側の選手が、はい、こうもし仕掛けてくれるならば展開はある。そうですね、まあ、そこは全然違うと思いますね、はい、ちなみに白井選手ヒーターモーターの全権気配雰囲気はいかがでした？そうですね、一番最初に足合わせしたのがブス島君だったのでちょっともうギアケース整備してしまったんですけど、まあ、ちょっと置いとけばよかったなって、ちょっと反応ちょっと失敗したかなと思ってます。あ、じゃあ最初の段階ではかなり差があった。そうですね、本当ブス島君しか足合わせしてなかったので、まあ、そこだけちょっと不安はあります、ね、今日この後ドリーム戦まで時間があります。調整は、はい、まあ、とにかく部品変えてるので一層縛りで必ず変えていかないといけないので、まあ、そこだけですね。皆さんに聞いているんですけども、はい、戸田水面のイメージは？いやもう本当6コースからも勝たせてもらってますし好きな水面です。わかりました。では最後にドリーム戦に向けて意気込みを一言お願いいたします。はい、とにかくドリーム含めてしっかりやっていきます。ご声援よろしくお願いします。頑張ってください。5号艇白井英二選手でした。さあ続いて6号艇貝原優希選手です。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。いやまたいい色のユニフォームを、ね、ドリーム戦はい、着用しますね。そうです ね、はい、原点ですもんね。まあそうなんですね、はい、でも昨日まだ特訓試運転行く前に貝原選手に聞いたら数字がいいモーターなんですけど、うん、ちょっと行き過ぎちゃうと怖いななんて話してましたね。
行き過ぎちゃう。ちょエンジン出過ぎたらですね、はい、出ないでいいです、はい、エンジンは、はい、ちなみに乗って、はい、その出過ぎる感じはありました？いや、なさそうです安心します、はい、ちなみにモーターに連帯率 50% あるんですけど、はい、その体感は、まあぶっちゃけその 50% っていうのもそのまだ数節なんで、まあその悪くはないと思うんですけど、まあその 50% っていう感じではないですよ、はい、はい。でも2024年、今年はオーシャンカップ、はい、優勝を飾りました。改めておめでとうございました、はい、ありがとうございます。いかがでした今年そのオーシャンカップ、久々 SG を勝てて、めっちゃ嬉しかったです、ね、はい。でさらに、賞金順位を上げるためにもこのダービー、はい、やっぱりタイトルの重みいかがですか？いや、そんな重く感じてません。あ、そうですか、はい、ただのダービーなんで、はい、わかりました。ちなみに今重い荷物を持ってます。いや、めっちゃ重いっすよマジで、はい、めっちゃ重いっす。スタート、ただでさえ早いと言われてる戸田です、はい、ああ、ほんまに行く気ないです、はい、なマジで行かないです、はい、あのでもこう展開があればですね、はい、ちょっと弱気ですねいや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 、あの作戦はいっぱいあるんで、はい、なるほど、分かりました、はい、武島さんが4角になるとも限らないですよ、はい、え、はい、ちなみに伺いますけど、はい、コース取りは、いや、コース取りはもう6コースなんですけど、はい、武島さんがちゃんとピット離れできるかどうかが問題なんで、はい、確かにあのモーター前回、はい、あの完全遅れてましたからね、はい、優勝戦で、なんでその辺は、まあ、白井さんのさじ加減かなと思います、はい、なるほど、はい、もうここから皆さん戦いが始まっております。では最後に、ドリームステに向けて意気込みを一言お願いいたします。はい、無事故完走します、お願いします、はい、頑張ってください、ありがとうございました。